はい、こんにちは。ただいま秘境駅に来ております。今日は飯田線の金の駅に来ております。まずは駅前のね、川を、こちら桜が綺麗ですね。じゃあ駅へ行きましょうか。本当にここは何もないと言いますか、今までは民家がある駅を秘境駅回ってたんですけど、本当にここは何もないですね。あ、もう葉桜になってる。こっちはやっぱ南の方だからあったかいんですね。よいしょ。で、駐輪場がありますけど、自転車で来る人は果たしているんでしょうかね。で、なんか小学校の使ってたガバンが見えますか？なんで置いてあるのかわかんないですけど。はい、でこちら駅です。金のよいしょ。いやー、静か。よいしょよいしょ。一面一線の単線ホームですね。で、ちっちゃな小屋がありまして、そこは待合室です。長野県飯田市、まだ飯田市なんですね。唐笠千代、隣の千代も秘境駅ですけど、今日は秘境駅号ではなく普通に岡谷から普通列車で来ました。運賃表ですね。今なんか友人がなんか書いてますね、駅の音。あ、これうちのスマホだ。2時間3時間に1本。まあまあ来やすいですかね。まあ秘境駅号もあるので、川へは行けないのかな。行けないのか。あそこなんかさっき道あったから下れるかもしれないですけど。金の、いやー、天気恵まれてよかったですね。18シーズン春の最終日の1個前か、土曜日、4月9日です。いや、来てよかった。教育なくさないでほしいですね、JR 東海さん。はい、じゃあ今日は JR 東海の飯田線金の駅でした。あと1時間。